こんにちは、ココロンです。ご視聴いただきましてありがとうございます。昨日はね、ゆっくりお休みしました。はい、今日の動画はムーミン公式ファンブック2023ムック本2728円、リッチレザー帳、大人の上質スクエアトートバッグ、365日使えるエブリデイバッグ、地引きいくこさん、ムック本3498円、軽量版ということでこんな感じのトートバッグセットとなっております。はい、本日は1、2冊だけ開封していこうと思うんですが、はい、こちらちょっと取り上げられなかった特集みたいな感じですけども、以前発売されたムック本で購入してたんやけど取り上げられなかったもの2冊、どっちもぶっといでございますをご紹介なんですけども、はい、こちらこの前ご紹介した大人ミューズ通常版のここのね、ちょっと形が歪んでたやつなんですけども、これの本体部分がもう届きました。これやっぱり2日ぐらいで届いた、すっごい早かったよ。なので雑談コーナーでこちら開封していこうかなと思います。こちらムーミンさんのさ、もう公式ファンブックって言っちゃってるよね。割とね、いつもに比べてここ部分が分厚い。そして365日使えるエブリデイバッグの軽量版ということなんですが、割とずっしりくるけどな、ナイロン版やと思うねんけど、こちら以前あった365日使えるバッグみたいな感じで、これ合皮製でさ、中が赤ですごく素晴らしいんですが、こちらなんとね、全合皮で2750円でございました。発売されたのが2020年なんやけど、現在ソールドアウトにはなってしまってるんですが、これ未だにね、なんかあの子供の学校行く時とかに私愛用しておりますが、こちらの軽量版ということでちょっとしっかり比べていこうかなと思う感じでございます。はい、ということでまずはこちら、ムーミンさんでございます。なんかね、ムーミンのこういうバッグってさ、税込みで2728円なんよ。いや、意外とね、あの安いとまでは言わんけど、以前のムーミンさんやったら3600円とかいかねへん感じいかねへんのよ。もうすぐ3000円台乗せようとするからやってんけど、この子に関しては2728円なので、割と金額的にはまだ良心的かなと思うところではあるんですが、まあ内容がどんな感じかっていうところでございますね。中にはね、あのガチムーミングッズであったりとか、制作秘話みたいなところであったりとか、公式ショップめっちゃ可愛いっぽいね、なんかガラス瓶に入ったビスケットボトルが売ってたりして、なんかお土産に買いたくなるようなものが載ってたり、アクセサリーが載ってたり、なんかいろいろ載ってるので、まあ、かなりファンブックっていう感じではあるんですけども、とりあえず中のバッグがどんな感じかチェックしていこうかなと思うところでございます。ということで早速開けていこう。プシュシュパン。はい、中身はこんな感じです。まあまあまあ、なんか A4 が入りそうな、あ、違う、全然思ったよりね、縦がちっちゃかった。え、四角い感じなんか、私ね、縦長のね、こういう感じのバッグなんかなと思ってたんですけど、いや、そうやな、見間違い、私の見間違い、なんか肩掛けデカめトートなんかと思ってんけど、どっちかっていうと手持ちバッグって感じかな。まあこの幅的に肩掛けれんこともないけど、ちょっと短いかな、肩掛けの割には。まあでもね、かなり折り目がぐんって言ってる感じではあるので、ドライヤーで形整えた方がいいかなとは思うけど、でもギリね、ギリ、こうやってさ、後ろ側はちょっと膨らましてさ、グングンってやったら、ほら正面が綺麗からね、後ろ側にちょっとクニャーってなっちゃってるんですけど、物を入れたらまあそのまま使えんこともないかなという感じかなと思います。ドライヤーかけるか。とりあえず本体レビュー行ってみよう。はい、ということで、よっこいしょと乗っけていきますとですね、立てたらこんな感じになっちゃうよな。やっぱりドライヤーはかけた方がいいかなと思うねんけど、立ってくれ、なんとか立ってくれ。こうか。あ、総合比なんで 270g ぐらいですね。ちょっとね、気抜いたらね、形がもどろもどろとしちゃうので、ただ表面はね、綺麗に保ってくれてるところではあるんですけど、とりあえず表面アップいってみようかなと思うんですが、このような感じの合皮となっております。割としっかり合皮を使ってくれてるなっていうところで、みーちゃんがふーんって笑ってますけども、ゴールドの白押しでこんな感じで入っております。どうしてもね、こう回ってきちゃうんよ。この肩がね、すごい強いので、少しね、熱を加えてちょっと最初にね、この肩を取っていこうと思います。これさすがにちょっとレビューしにくいので、ドライヤー召喚。はい、こんなもんでございましょうか。なんかね、まあ内から外からいろんな角度からなんか膨らませるというよりは、とりあえずドライヤーを弱で当て続けるみたいな感じ。当て続けるっつったって、合皮ってさ、ビニールやったりとかするからさ、まあ、長時間ドゥーって当てるわけではないんですけど、こうふーって動かしながら髪の毛乾かす時みたいに、ちょっと気になっているところにバーって当てて形整えてみたいな感じで、この角っちょがね、不安定になってるのをまっすぐにするのがちょっと難しかって、若干残ってる部分もあるんですけど、まあ大体綺麗になったか
なと思います。こんな感じのスクエアバッグとなっております。この持ち手のところもね、本体と同じ合皮になっておりまして、細いながらもまあしっかりとした作り、そしてここの部分もねしっかりこうかくって塗ってくれている感じ。これバッテンにしちゃうとちょっとカジュアルになりすぎるっていうので縦ラインを入れてくれてるんですけど、まあ、こんな感じでしっかり塗ってるよというあたりと、ステッチちょっと大体見ていただけたらと思うんですけど、縫製もまあ問題はないかな。サイドは切りっぱなしになっていて、パイピング処理的なものはございません。でこちら裏側ですね、マチはこのぐらいあって、そこはこんな感じになっております。底部分を一応二重にしてくれてんのかな、一重なんかな、ここに一応縫い目がある感じになっておりますね。で中開けていきますと、パカン、こんな感じで合皮なんですけど2層構造になっていて、そこはこんな感じでねつながってるんですけど、裏地はついていないながらも合皮が割としっかりとした生地なので、この内側はこんな感じなんですけど、こっちはこんな感じになっていてね、本体と同じ分厚合皮を真ん中にビューンって通してくれた形になるので、こういうバッグって普通の形のトートでも別に問題はないかなって思うんですけど、真ん中がなくてもね、真ん中にこのラインが入るということでビシッとしっかりしてくれるっていう部分と、やっぱり2層式なので物を分けて入れられるっていうところが強みなのかなとは思います。割とね容量がたくさん入りそうな感じではあるんですけど、まあ、糸がたまにねちょいちょいちょいって出てたりするんですけど、まあそこまでの縫製的にここがちょっとまずいなっていうところは別にないかなとは思います。縁の処理ね、やっぱりさ、ムックボンせっかく合皮を使ってくれてるんであれば、で値段も高くなってきてるじゃないですか。そうするとね、なんかあの縁の処理たまにね、たまにっていうか美人百科さん系のこういう合皮のさ、ちっちゃいなんか可愛らしい系の付録がついてる時に、縁ねなんか処理してくれてんねんよ。同色のさやつでね、ドゥーってこう塗ってくれてんねんやんか。よく合皮の切りっぱなしで、まあ、ビトンとかやったら墨っちょ茶色になってたりとかするじゃないですか。最初赤っぽいんやけど、だんだん火に焼けて茶色くなっていくみたいな、あれちゃうかったっけ。長いことビトン持ってないから覚えてないけどさ、ムックってこういう感じのやつって割と切りっぱなしはもうそのまま切りっぱなしでいいんじゃないかなっていう感じではあったんですけど、まあ、割とドシンプルトートになるので、そういうところもしかしたらちょっと気使ってたらもう少し高見えもしたかなって若干思いますね。でこのバッグっていうのは中に仕切りがあるよっていうところが最大の魅力かなと思ったりとかするんですが、割と容量もね大容量じゃないかなと思います。で総合比でこの形で真ん中にこういう線が入っているということで形が保たれているということで、ギューンとしたりとかそういうのもあんまりないと思うんですね。だったらば紐をもうちょっとだけ、あとそうやな、何センチ、5センチ10センチまでいかへんけど、このぐらい、もうちょっと一回りね長くしたら肩にかけやすくなったと思うねん。このままやったら、まあ私が肩でっかっていうのもあるんですけど、細い肩とか華奢な肩じゃないと肩掛けにするのはちょっと厳しいかなと思うんですね。だったらこのハンドルの長さがちょっと中途半端かなと思うので、せっかく重いものも入れれますよっていう感じの耐久性を保つのであれば、持ち手の部分がもうちょっと長い方が良かったんじゃないかな。完全にこう手持ち、それか腕にこうやってかけるっていうのを想定するんやったら、逆にもうちょっと短くてもいいと思うねんやんか。この長さにするぐらいやったら、もうちょっと長くしちゃって肩掛け OK ようにしてくれたら割と良かったかなと思います。ムック出てる割には割と単純なトートかなっていう気はするんですけど、まあ、真っ黒黒合皮トートってね、今までは割と出てたんですけど、まあ久々のラインだったりとかするので、まあまあまあという感じかなと思います。はい、ペットボトルやら何やら入れていこうかなと思うんですが、 500ml ペットボトルを横にして入れてみるね。あ、ギリギリ入るぐらいの幅、もう1本ぐらい入れていいかな。こんな感じで2本入れております。そしてごめんなさい、ちょっといつものさ長財布がちょっと行方不明でして、多分この高さ12センチぐらいあると思うんですけど、横は20センチの、まあ一般的なサイズ感の長財布でございます。こちらも入れていくとですね、まあでもすっぽりサイズかなと思います。そんなにキチキチでもないかな。それでちょっとギュンをしていこうかなと思うんですが、よいしょよいしょ、割と重いでございます。1キロと長財布が入った状態、全然ギュンギュンはしないので、こういうカッチリトートであまり外にこうギューンってした感じが出ないやつをお求めの方はいいんじゃないかなって思いました。まあ総合比のトート、ほんでなんかあの金のね箱押しの兄ちゃんもついててっていうことではあんねんけど、まあ、ちょっとドシンプルかなっていう気もする。まあ、これにさ、いろいろ飾り付け出したら高くなるんやろうけどね、まあ、すんごいシンプルトートがお好きっていう方はいいんじゃないかなって思いました。はい、手で持ってみたらこんな感じでございます。はい、どうでしょう。肩かけれたらいいねんけどね、かけれる人もいると思うねんけど、私はキッチキチです。ちょっと私はポチャリーなんで、ポチャリー中のポチャリーなんで、肩掛けちょっときついかなって思います。うちの上の子ちゃんは40キロ台なんで、全然肩掛けできると思うねんけどね、遅い方、華奢な方はいいんじゃないかなとは思うところではあるんですけど、割とね、まあ、自立もしてくれるし、持ち手もちゃんとしてくれるしっていうところで、見栄え的には
はまあいいんじゃないかなと思います。なんやかんやシンプルなトートは使いやすいと思うので、あ、そうや、なんかさ前コメント欄でさ、なんかね、あのフレイルの福袋開けた時にね、まあ、それはデザイン的に体のラインが出る、ほんでこうピチャッとなる感じの、なんかわかるかな、伸縮性はあんねんけど体ピチャッってなる感じのワンピースやってんよ。だからまあ細めの方の方が似合うんじゃないかなって、普通に私はちょっと太っちょなので無理やけど、華奢な方は綺麗に着こなしていただけるんじゃないかなみたいなことを動画で言ったんですけど、そしたらねコメントでね、なんかあのぽっちゃりディスりみたいな感じで撮られてしまって、なんかそういうことがあったんですよ。一回いつやったか忘れたけど、いやそんなつもりは全然ないですよ。ただね今ってさ、あのポリコレっていうの分かれへんけど、とりあえずまあ太ってる人であったりとか、私みたいなね、あとまあいろんななんか人権問題であったりとか、なんやかんやであの誰でも好きな服は着ていいと思うねんよ。ただなんかやっぱりラインが出るやつだったりとかすると、似合う似合わへんがあったりとか普通にすると思うねんやんか。それってなんか太ってるからダメっていうことではないと思うねんね。そもそもが体型カバーするお洋服っていうのを好まれる方、まあ私は太っていて体型カバーする方がいいかなって思うタイプだったりとかするんですけど、ぽっちゃりされてても体型がしっかり出る方がいいっていうお好みもまああると思うから、一概には言えないんですけど、ただでもサイズ感的にちょっとお洋服の、まあ、余裕があった方がいい、パツンっていう感じよりは、まあ、ちょっと余裕があった方がデザインが活かされるお洋服と、あと逆にパツンってしてる方がかっこよく着れる服とか、そういうのにもよると思うねんけど、まあ、グレールさんってデザイン的にちょっと余裕ある方がええんかなとか、なんか私ね、あのお尻の形コンプレックスなんですけど、あのいつも言ってるんですけど、あのしゃもじ型なんですよ。下の方がねビヨンって広いねんやんか。でこの体型でパツッとしたやつを着ちゃうと本当悲惨になるのね。なんて言うんかな、なんとも言われへん、洋なし型ってやつか。だからね、あのリンゴ型にね本当に憧れたんですけど、なんかそういうさ人それぞれで似合う似合わへんってやっぱりあったりとかするじゃないですか。その一環というか、太ってるも痩せてるも体型も人種も性別も私の頭の中はあんまり何もないねんよ。やかやみんな好みじゃない。だってでもね、私は逆に例えば太っているじゃないですか、このことについて逆にめっちゃ気使われるとか、逆に尊重されるとかの方が嫌かななんか分かれへんけど、私自身は逆にそう思うぐらいやから、なんか太ってるが悪で痩せてるが善でって思うから太ってる方に気使ってるんじゃないかなと思うねんね。全然そんなことなくない？それぞれ似合っとったらいいかなとか、あとスタイルに合ってたらいいかなとか、そういう風に私は考えるので、逆にどっちが善でどっちが悪とか全然思ってないから、思ったまんまのことを言ってるんですけど、逆になんかその例えば女性の場合は年齢であったりとか、いろいろコンプレックスありますよ。なんか肌とか顔面とかね、それぞれまあ私も含めていろいろあるけど、それでなんかまあみんな違ってみんないいじゃないかなみんな違ってみんないいやと思ってるから、ただなんかこういう体型の人に向いているであったりとか、そういうのはやっぱりあるかなと思うから、その一環で言ってるだけなので、あのどっちが悪とかどっちが善とかは全然思ってないのでね、そのあたりだけお伝えしておこうかなと思います。ただ太っちょな私の方にはこれはちっちゃすぎるから肩からかけたい場合は華奢な方に向いてるんじゃないかなと思います。そういう意味ね。難しいね、動画ってさちゃんと伝えないとさ、これが良くてこれが悪いっていう風に聞こえちゃうことってさ、その一部切り抜きというか、その場面だけを見たらさ、そんな風に思っちゃったりとかするのって自然なことだと思うから、まあ毎回毎回そんな長い説明ね入れてうんぬんとかではないけど、ちょこちょこお伝えしていこうかなって思うところでございます。バッグ全然関係ないけどねまあでも容量はすごいたくさんあるしいいんじゃないかなと思います。私はなんか腕掛けバッグみたいな感じで持つんやったらいいかなってちょっと思ったので、まあまあまあ普段使いバッグという感じですね。あとくるっと回せば冠婚葬祭にも使えるんじゃないかなって感じではあるので、この ゴールドはね別にあのお祝いやったらいいけども、なんかマナーバッグみたいな感じで逆さ向けとけば使えるかなっていうあたりだったりとかするので、気になる方はまあいいんじゃないかなと思います。ただ私の中ではちょっとドシンプルすぎるかなっていうところではあったりとかするので、もうちょっと遊びが欲しかったなとは思う。ただまあしっかりはしてますよ。ほんでは次、はい、こちらでございます。365日使えるエブリデイバッグ人気シリーズ第4弾ということで、はい、地引きいくこさんでございますね。これね、送料たったの 500g って書いてあるんですけど、前のね合皮バッグの時も500何十 g やったと思うねん。多分そんな変われへん
へんと思うねんよ。軽量版ってなってんねんけど、ただ単に素材を変えた版かなって私的には思うんですね。本の重量自体も割としっかりあるしさ、そう思ったら謎じゃない？ちょっとグラム比べてみようかなってちょっと意地悪なことを考えております。こちらが3498円、まあ約3500円なんですが、前回な、前回っつうかね、これ紐ちょっとどっか行っちゃったんですけど、ごめんなさい。どっかにはあるわ。このままで使っていることが多くってさ、中が赤でね、この内側がさ、こんな感じで取り外しができるね、デッカポシェットみたいな感じになってんねんよ。この合皮バッグ私すごい好きでさ、普段使いよくしておりますが、 A4 が入るのがいいよね。でかいし、合皮足しっかりしてるしっていうところでね、こちらがなんと2750円でございます。それでもその当時高い言うとったんやで。2000円台後半は高いとされてて、だから約2年ちょっと前ぐらい、2020年に発売された分なんですけど、2023年になるとね、ナイロンにするとね、何でも軽量版って書いてきおるんですが、ただまあしっかりとした素材感なのか、そのあたりね、旧バージョンとしっかり比べていこうと思います。ということで早速開けていこう。プシュシュバーン、割とずっしりしてるけど、はい、中身はこんな感じだ。これに包まれておりまして、あ、割とトヤトヤナイロン、紐が可愛いよね。でこういう中のね、内ポケにもなるし、これだけでポシェットにもなるしという、こういう内側のものでございますね。ストラップは合皮、ここだけ合皮なんや。バック部分でございますよ。シリカちゃんぽーい。一応頑張ってね、トヤトヤナイロンでは作ってくれてるけど、このナイロン生地って割と分厚めやねんやんか。だからまあしっとりはしてるからね、すごく可愛らしいと思うし、いいねんけど、コンセプト的に何やろう、軽量ではないかな、割としっかりとしたバッグという印象でございます。ということで早速本体レビューいってみよう。はい、てくてん、よっこいしょ。とこのカバン本体とバッグも重ねました。これでだいたい 450g ぐらい、そしてこの紐がですね、だいたい 50g なので、全部で 500g ということでございますね。ちなみにこの総合比バージョンでございますけども、中にポシェットバッグがちゃんと中に入った状態ね、これで480g、90g ぐらいかな、500g 弱。このセットとですね、このことの重さの違いは約 50g でございます。やったら合皮の方がいいんちゃうってちょっと思っちゃうんですけども。まあ、トリマ本体レビューいきましょうということで、まずはこのデッカバッグの方からご紹介いこうかなと思うんですが、使っとったらある程度は立ち定まってくれるかなっていうところではあるんですけど、ふやっとやしっかりビニールなんですよ。昔ね、この素材感でリュック作ってくれたこととかあったのよ。モズさんのリュックとかにちょっと似てる感じの素材感の、もうちょっと分厚い版みたいな感じなんですが、すごくねトヤトヤしてて綺麗でございます。このしっとりナイロン素材っていうのは、なんか久々に見た感じ、久々につけてきてくれたなーっていう感じはすごくするんだけども、ただちょっとね、このデザイン性ですね、ここのバッグのところがキュッてこう閉まってる感じのデザインやんか、すっごいしっかりと作ってくれてんねんけど、大方綺麗かなとは思います。ただこの持ち手部分よね、これがちょっと最初使う時にちょっと難関のボヨボヨでございますね。部分的にね、こんな感じで合皮を使ってくれてるんですけど、こっから合皮なんねんやんか。なんねんけど、こういうちょっとね、お休み合皮というかっていうのは、こうペチャって折った時にプワプワすんねんやんか。ここがプワプワすんねんね。なんかわかるかな。今回の素材感っていうのがあんまし良くない気がするのと、だこうなっちゃうねんよ。カクカクカクってどうしてもなってしまう感じの素材感やねんやんか。でこれをね、旧型と比べていくと、まあ、開けてだいぶ経つっていうのもあるんですけど、この滑らかさなんですよ。もうプワンプワンするとこなんか全然ないねんね。これやっぱりね、使ってる素材が違うからではって思うねんけど、言うてこの子開けてしばらく経つじゃないですか。使ったのっていうのは、こんな何十回も使ってるわけではないから、そこまでへたれてるわけではないねんけど、ただ要所要所のね、学校行く時には使ってたりとかするんですが、あんまりね、そんな合皮自体が分厚くて柔軟性があるけどブヨブヨしてないみたいな感じの絶妙な素材感だったりとかするので、この持ち手部分非常に最初から多分綺麗かったと思うねんけどね。なんやろね、この圧倒的な持ち手の違いは。なんか持ち手のことばっかり言って申し訳ないねんけどさ、こうやってビーンってした時に、こうなんか均等なわけですよ。やねんけど、この子はビーンってした時に、このね、縫い目のところの方がこうつってる感じで、このここのぽっこりして膨らんでる方がなんか広がってる感じがすんねん。なんかわかります？こういう感じ、ビーンってした時にこれ均等に伸ばしてこの角度がつく感じやね。だからまっすぐしたらそれはボヨボヨするよね。こっちが余ってるからさ、こっち面が。ちょっと細かいこと言いましたけど。で、ここの、ちびきいくこさんのマークはですね、刺繍で入っておりまして、そこは合皮やね。なんかね、今回はなんで、要所要所で
合皮を使ってくれてるみたいな感じの作りになっております。で、中開けていきますと、あ、後ろからはねこんな感じで何もなしでございますね。表面後ろ面という感じでございます。なのでこのバッグは綺麗に保管しないとちょっとボコボコしちゃうかなというところではあるんですが、中開けていきますとですね、パカーン、裏ツルツルナイロンとなっております。裏側ブルーね、前回が赤やったから今回はブルーっていう感じでしてくれてんのかなっていう感じではあるんですけど、で内ポケがついております。割とだからしっかりとしたナイロン使ってくれてるのはわかるよね。こんな感じの素材感のしっとりナイロンでございます。で内ポケに関しても二つ折りのお財布とかもしっかり入るぐらいのサイズ感だと思っていただけたらと思います。すごくしっかりしてんのよ。ほんでカバン開けた時にここがチラ見えするやんか。で前のバッグもそうだったんですけど、前のバッグは全合皮製だったので、この内側のねここにも合皮をつけてくれてたんですね。で外から見た時にちゃんと内側のこのラインがあるかないかで高見えするポイントだったりとかするので、そういう気遣いがあったりとかは良かったりとかすんねんけど、裏側はこんな感じでパイピング処理されておりますね。で内側にねこんな感じで金具がついておりまして、でこっち側には D 缶がついてる感じなので、先ほどのポシェットを内側につけて内ポケみたいな感じで使える仕様となっております。かなりしっかりとした硬いナイロンでできているので、こんな感じで自立もしてくれる感じでございます。ポシェットというか内ポケというかサコッシュというかのものでございますね。先ほどと同じ素材感のしっかりしっとりナイロンでできていて、ロゴが入っている感じになっておりますね。刺繍で入れてくれております。マチはあるんですけど、これはもうピシャーってされていたので、ちょっと一度膨らませていきます。前回のさ総合費バッグがソールドアウトになってるんよね。2750円のやつ、それと同じ型紙を使ってくれてる感じだと思うので、またさ合費で出してくれたらよかったのにってちょっと思ったところなんですけどもね。膨らみを持たせたらこんな感じ、ちょっとマチがある感じでございます。かなり硬いナイロンなので裏ツルツル素材やしね、なのでシワ感があるとちょっと目立つかなって思うところだったりとかするんですけど、ストラップはこんな感じの合皮製で、チャックの先っちはこんなゴールドの棒になっていて、こっち側に金具がついていて、ここにねさっきのカバン側の金具をくっつけるみたいな感じでね、すり打ちポケットみたいな感じになるものでございます。はい、そして紐でございますね。この紐すごく分厚くていいですね。このような感じの綿っぽい感じの素材の紐をつけてきてくれているので、ナイロンナイロンしてないからさ、そこまでチャチっぽくなくていい感じではないかなと思います。ただこの紐は調節がないんですよね。なのでまあ肩掛けで使うとか斜め掛けにしては短すぎると思うから無理かなっていう感じだと思うんですけど、こんな感じで先っちょは合皮になっていて、またしても金具がねこんな感じでついております。内側にですねちょっとこのサコッシュ的なものを入れてセットしていこうかなと思うんですが、はい、こんな感じでセットができました。ちょっとヨボヨボはしてるかなとは思うんですけど、でこの斜め掛けにできんのかな、この長さで分かれへんけど、このバッグでございますね。こちらもちょっと同じ D カにカッチャをくっつけていこうかなと思います。なんかバッグの幅が割とあるやんか、だから紐が短くてもいける説はあるんですけどね、ちょっと斜め掛けできるかどうかだけやっていこうかなと思います。よこいしょっと、紐つけた状態で手持ちにするとこんな感じでございます。まあ紐があっても可愛らしいけどね。このバッグ自体を斜め掛けできるのか問題なんですけど、あ、肩掛けかな。でも斜めはねちょっともう短すぎる、胸の下ぐらいになっちゃうので、ショルダーかなーっていう感じの紐ですね。それか飾りでつけとくか。じゃあさ、これバージョンで使う時もさ斜め掛け無理なんかな。あ、割と短めの斜め掛けやったらいけるかな。胸サイズがここで、おへそがこのあたりなんで、だいぶおへそより上にはなるんですけど、短め斜め掛けバッグみたいな感じやったら使えるかなと思います。おへそここなんでかなり短めにはなります。でこのね内ポケもついてたりホックもついてたり、ここの持ち手の形が可愛らしいよね。で肩にもかけれるし、これ太っちょの私でも肩かけられるので、割と便利なサイズ感だったりもするし、何せこのトゥヤトゥヤナイロンを使ってくれているっていうところがすごくいい部分かなと思うねんけど、前のね、前ってもうだいぶ前ですよ、4年だか5年だか前のモズさんのリュックがあったの皆さん覚えていらっしゃるかなと思うんですが、こんな感じのねほんとトゥヤトゥヤ生地だったんですよ。ただあれに関してはこういうねなんかシワがあるようなないようなみたいな感じのギャザー的な作りじゃなかったのね。それこそリュックやからさ、このリュックこれ懐かしくない？私ね未だにトゥヤトゥヤナイロンといえばね、このモズさんのトゥヤトゥヤナイロンのこのリュックを思い出してしまうというかね、これが最高峰ってついつい思ってしまうんですけど、この当時デザインすごく分かってるよね。こういうトゥヤトゥヤする素材感だからこそ、ほっこりとしたさポケットつけちゃったらここぐちゃぐちゃになるやんか。だからこういう感じで段々重ねみたいな感じのねデザインになってたりとか、これすごい作り綺麗ねんね。ここにさ私ワイヤー入ってるんかなって思ったんですけど、
ど、ワイヤーは入ってないわ。ただ裏側はパイピング処理されてるだけなんですけど、内側もね全部裏地付きでございますよ。これ同じ色やけどさ、全部裏地が付いてんねんよ。しかもここにポケットも付いてるしっていう感じのリュックなんですけど、このとやとやナイロンにすごい似た感じの今回素材感なんですね。ただこのモズさんのバッグはですね、先ほども言いましたけど、このテカル素材だからこそ、これ目視で見たらもっと綺麗んですよ。これライト当たってるからさ、すごいシワ感があるように見えるんですけど、全然綺麗ねんね。あんまりシワ感は感じないわけですよ。なんだけどやっぱり光ることによってシワ感が目立ちやすいと。ほっこりとしたデザインね、一切つけてないねんよ。サイドのポケットもほらこんな感じでマチなしにしているし、ここポコッとしたりとかするとさ、クチャチャーってなったりとかするから、っていうこの素材を理解した作りになってるんですね。とこのこの前面ポケットがすごい分かりやすいけどさ、あえてマチなしにしているっていう、このツヤツヤした素材感を活かしつつ、しっかりとね設計もされてる感じのバッグなんですね。バッグっていうか、まあリュックやけど、またこのトゥヤトゥヤ素材バッグなんですけど、こういうあえてテカテカするからさ、ここがビューンってなってても綺麗にちゃうっていうところではあったりとかすんねんけど、こういうバッグを作る場合はやっぱりこういう柔軟な素材感のやっぱり合皮の方が向いているんじゃないかなと私的には思うところでございます。このデザイン感が受けたのっていうのは絶対合皮やからやし、でこの柔らかな分厚め合皮、そして中が真っ赤っかっていうあたりね、この辺のリッチ感にあったと思うんですよ。だからこのバッグはソールドアウトしたと思うねんね。デザインを全く別にしちゃったら、このトゥヤトゥヤナイロンはね、素材的には私さっきのモズさんのリュックと変わらん感じの素材感なので、すごく好きなのでいいんじゃないかなとは思うねんけど、一概にね素材感が悪いって言うんじゃなくて、だってこの素材感はさ、このリュックで使えばすごくいい素材感やったわけやん。やったらばやっぱり素材の使い方とか縫製とかそういう問題かなと思うし、持ち手にせっかく合皮つけてくれるんやったら、これ系の合皮じゃなくってこっち系のしっとりの合皮だった方が良かったんじゃないかなと思う。軽量版っていう割には 50g しか買われへんし、うーんっていうところではあるよね。絶対的に合皮の方がええかなって思うから。あとね、これ昔の縫製です。2020年の縫製、これ2023年の縫製、まあ異素材をくっつけてるからっていうところではあると思うねんけど、これ2019年かなかなんかのリュックの底の縫製、このスミッチョの美しさわかる？ここの角っていうか、こんな鋭角今の縫製では出ないのよ。ほんとこのリュックキレくて大好きなんですけど、でただ折り曲げてるところがやっぱりボヨボヨしちゃってたりとかするんかなって思うんですけどね。ちょっと泣きのねドライヤーかけてみる。どうでしょう。え、ドライヤーかけたらだいぶ綺麗になったよ。でもなんやかんや散々ブツブツは言ったけど、しっかりねドライヤーかけるって言っても、いつもみたいにさボンって入れて膨らますみたいな感じでもいいねんけど、ここのシワって割とすぐ取れるんですよ。じゃなくって手元のね、この手元ちゃうわ、あの持ち手の生え際んとこが二重になってるやんか。だから内側のドライヤーでシワが取れにくいので、外からファーってこう髪の毛にやってるみたいにね、一箇所にドゥーンって当てるんじゃなくて、こうファーみたいな感じで当てて、ちょっと形整えていただくみたいなことをしたら、割と綺麗になったんやないかなと思います。これやったらモテるくない？ちょっと散々ね素材感どうかなとか散々言いましたけど、でもまあドライヤーかけたら綺麗になった気がするよ。前のさ結果合皮が良すぎたんよなっていう部分もあったりとかするから。ただね、まあ物価高騰、あと円安とかいろいろあるやんか。まあそのあたりでね、2020年と比べるのってさすごいあかんことやと思うねんやんか。でもさ形が一緒やったらさ、どうしても比べたくなっちゃうんよね。さっきよりはさシワ感とかも若干マシだしさ、やっぱりドライヤー最強ってことかな。まあ、でもこれでこのポシェット的なんと、この紐付きで3500円ってなってくると、トゥヤトゥヤナイロンっていうのは使われるのとっても久々だったりとかするので、ただこのデザインはやっぱり合皮で作った方がね、それがベストかなと思ったりとかするから、過去の値段はねほんと安すぎるよ、安すぎる。それと比べてはいけないこともよく分かっているが、合皮と比べちゃうとなちょっと惜しいなと思ったりとかするけども、まあ、とりあえずねご購入考えられてる方っていうのは、とりあえずドライヤーありきでシワを取りましょうという、ある程度シワを取ったら綺麗に使っていただけるんじゃなかろうかと思う3点セットでございました。はい、こちらでございますね。いかがでございましょう。3500円か、まあ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 、しっとりナイロン製やしね、デザイン的にお好きな方っていうのいらっしゃると思うからいいんじゃないかなと思うし、このバッグ自体すごい形的にはね使いやすいものだったりとかはするんだけど、この本体に関してはすごく自立もしてくれて、こんな感じでね自立もしてくれて、しっかりとしてるのでいいんかなと思った
ったりとかするんですけど、この上の持ち手の合皮のところですね、どうもねポワッポワガタガタしちゃってるので、だからもう一つ質のいい合皮を使ってくれたらよかったかなってちょっと思うところではありますね。ここもドライヤー当てたんやけどね、やっぱり長年使わんとあかんのかな。で、私のやつはこっちの持ち手がさ、こっちの方がちょっと短いんですよ。これもなんか作りというか立て付けの問題わかれへんけど、でも私こうやって持つから、こうやって重ねて持つときにどっちかが短い方がまあ持ちやすかったりとかするので、まあ別にそれはいいんですけど、まあ、でもこの子もさ、最初折りたたまれて入ってた時はもしかしたらクタクタしてたんかもしれへんしね、長いこと使ってたりとか引っ掛けたりとかして保管してる間にこういうシワが取れた可能性もあるから、ただその合皮がどんな感じになるのかっていうのは割とね作ってみないと分かんないところがあったりとかするんだよね。似たような合皮にこうやって比べたら見えたりすんねんけど、でも実際縫製してみたらちょっとよぼつく合皮、全然よぼつかない合皮っていう感じで変わったりとかもするから、ちょっとガミガミ言いましたけどどうですか。ごめんな、これ出してきたからさ、もう前の方が良すぎるから、今回も今回でね、別にドライヤーかけたら全然使える感じだと思うので、持ち手がちょっとボキボキしてて気に入らんだけの話なんで、これもまあ使ってたらね、この変なこうカッ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 っていう感じの角張った感じのこのボヨ付きっていうのはでも馴染んでいくんじゃないかなとは思うから、最初よりまあでもちょっとマシになったかなとは思うのでね、まあ、長いこと使ってたらここも落ち着いてくれるかな。いろんな面で使いやすいバッグだとは思うので、ドシンプルではあるんですけど、まあ、ちょっと3500円は高いかなとは思うけどね、まあ、ムックに関してはどうしても折りたたんで入ってるから、そこはねドライヤーで解消していければと思うところでございます。あ、そうよ、牛乳チェックとか全然してないよね、ごめんなさい。ちょっとここいらで牛乳チェックをしていこうかなと思うんですが、今緑茶のペットボトル2本入れました。プラス中財布でございますね、まあ、掘り込んだ状態でギュンギュンギュンってしても全然ね入ってるか入ってないか分かんないぐらいの感じ。ここもねコーヒーをくっつけてくれているので全然沈まないですね。あ、でもこうやって物を入れたらさ、すごくしっくりくる気がする。で、このぽよぽよコーヒーハンドルも重たい物を入れたらしっかりしてくれるんじゃないかなとは思うので、物を入れたらしっくりくる系バッグやこれなって考えたらいいんじゃないかなって思います。ちょっとねコーヒーバッグと比べちゃうとっていう部分はあったりとかすんねんけど、まあでも割と重たいものを入れたらしっくりきたし、そして A4 サイズがねスポーンと入ってくれるサイズ感っていうのもとても使いやすいバッグだと思うので、気になる方はでもゲットしてみられるのもいいんじゃないかなって思います。なんか重さで形が逆に崩れちゃう系バッグっていうのもたくさんあるんですけど、今日ご紹介した2つっていうのは重さがあっても全然大丈夫で、ジビキイココさんのバッグの方は重さがあった方がしっかりと形が整ってくれる系バッグだったりとかするので、嫌なシワ感っていうのも持ってたら取れてくれるんじゃないかなとは思います。ただお値段がちょっと高いけどね、まあね。はい、今日のフロッグ開封いかがだったでしょうかということで、こちらでございますね、大人ミヤズ6月号通常版のフロッグのですねスマホポシェット、これなんかねコメント欄で意外とちっちゃいっていうお声もねたくさんいただいたんですけど、確かにちっちゃめ、決して大きめではないですね、すごくちっちゃめになるのであれなんですけど、ここね、ここがですねちょっといがんじまってる感じになるわけですよ。これをお伝えしてですね備品をお届けしますということでお送りいただきました。割とすぐ届いたね。ということで開封していこうかなと思います。パリ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 、この猫ちゃんがいっぱい並んでんの可愛いね。おープン、はい、こんな感じで、さて大人ミヤズ6月号におきまして製品に不具合がございましたこと心よりお詫びいたしますということで、ポスト投函で返送してくださいというお手紙がついております。でちゃんと切って貼ってあってね、こういう封筒がついておりまして、こちら本体部分のみになるんですが、用品をお送りいたしますとのことで、こちらをお送りいただきました。見てちゃんとまっすぐやここがねちゃんとこう平行というかしっかりとまっすぐでございますね。割とねカジュアルな作りだったりとかするので、角のところはね出てたり出てなかったりとかふわふわとした作りだったりとかするんですけど、まあまあまあという感じでございますね。でこの持ち手部分ですね、であとチャームがついた感じ、これがセットってなっているのでこれごと交換みたいな感じなんですけど、紐に関しては付け替えて使うみたいな感じだから、紐は交換せずにこの本体部分のみ交換ということでございました。でねコメント欄でね割と多かったのが、えどこのことやろう、なんかね紐のねスミッチョがなんか切りっぱなしになってたみたいなコメントをいただいてるけど、どこやろう、このクチュクチュハンドルのここのこと、ここが切りっぱなしには確かになってる。で私これこの歪んでるやつねの方はちゃんとなんか熱いハサミかなんかでねジューってされてるんですよスミッチョ。やねんけどこれむしろ新しく来た方の紐っていうのが、まあ、ちょっと糸でんくもないかなっていう感じなんですけど、えみんなここのことを言ってる、どこのこと
ことやろう。ほく切りっぱなしのところとか別にないんですけど、ここのクシュクシュのこの布の隅っちょ部分が確かに切りっぱなしにはなってんねんけど、これも引っ張っても糸は出てこないですね。で、こっちに関して、もうこうやって爪でね、こうやって引っ掛けてね、ギュンギュンって引っ張っても、こう、ビビビビビっていう紐は出てこないですね。なんかね、コメント欄で何件かあったんですよ。どこのことなんやろ。なんかね、隅っちょがとりあえず切りっぱなしで、糸が出てましたみたいなね、コメントいただいたんですけど、まあ、この新しく来た子に関しても、確かに切りっぱなしやねんけど、糸が出てきそうな兆しはないんですよ。なので、ものによってはすごいほつれちゃってるやつとかもあるのかもしれないから、そういう場合はまた、そういう場合はね、できたらまあ交換していただけたらと思うところでございます。糸出たりとかしてるやつっていうのを何かしら縫製があれやったんかなーってちょっと思ったりとかするんですけど、コメントね、2、3件お見受けしました。そういうこともね、あるみたいなので、またお手持ちのやつもね、ご購入された方はね、お手持ちのやつもチェックしてくださったらと思うんですが、とりあえず新しく来た子はね、おおむね綺麗でございますよ。全然大丈夫そう。前に余計あかんやつが来たこともあったんですけど、全然綺麗なちゃんとした四角いやつが来ましたので、せっかくなんでね、このとんがりコーンとここのとんがってる子はね、紐を外して、交換ということで、ご変装させていただこうと思います。こんな感じで入ってたよな。一応ビニールそのまま使って入れようかなと思います。で、封筒に入れて、今回封筒パンパンじゃないので助かりますね。温中とかに変えてね、封をして、ポスト投函またしてこようかなと思います。まあ定期的に、だけ付録開封してたら不良品には当たるんですよ。でその度に前回の動画で交換のお電話かけましたけど、ほんでこんなんが届くよこんな感じでって、まあご紹介できるのはちょっといいかなとは思いますけどね。なんかこういうアナウンスって定期的にした方が交換しやすくなるやんか。ね、ご覧の皆さんの中にはちょっとこんなんで電話するのどうかなとか、なんか嫌な対応されたら嫌やなとか思われる方っていうのもいらっしゃったりとかするので、でもね、交換のお電話っていうのはすごくご丁寧に対応してくださるし、ちょっと伝えるのが難しい時あんねんけど、上の辺がですね、ちょっと角度がついていてとか、変な言い方するとなかなかね、ちょっと難しかったりとかするんですけど、ちょっと歪んでますみたいな感じでね、右と左の高さが違いますみたいな感じで伝わったんですが、電話なんでね、なかなか伝わりにくい部分っていうのもあったりとかするんですけど、それも別にさ、どういうことなんですかみたいな感じで聞かれへんしね、どこがなんか不具合があった場所を教えていただいていいですかみたいな感じでお対応してくれるので、全然怖くないよ、大丈夫だよ謙虚な方もね、すごくたくさんご覧いただいてるから、なんかこんなんで交換するのもなみたいなこともあるかもしれへんねんけど、私いつもね、交換のお電話する時っていうのは早いタイミングで買ってご紹介するっていうことが多いからかもしれへんねんけど、割とね2日ぐらいで届きます。対応早めやと思う。ただ電話でアナウンスではだいたい10日から2週間かかりますっていう感じで言われはすんねん、言われはすんねんけど2日後に届くねん。まあ本番に混んでたらね、そんなスピーディーな対応できないんかもしれへんし、で今回ゴールデンウィーク挟むというか、ゴールデンウィークがボンって真ん中にあるじゃないですか。だからゴールデンウィーク明けの発送になるかもしれへんっていうことをお電話で言われたんですけど、言うても早く届くのでま絶対じゃないけどね。でもほとんどの場合、私今までお電話した時はだいたいそのぐらいで届いてたりとかするので、まあまあいろんなことねお気になさらず、なんかちょっとおかしいなっていうところがあったら交換してくださったらなと思うところでございます。なんかさ、これの一個前の動画でなんかちょっと微熱っぽくてさ、体調が悪くってさみたいなことをちょこっとだけね、そんなにガチの体調不良ではないねんけど、なんかちょっとちりつものしんどい、まあこの年によくあるあるやんか。言うて40代も後半になってきて、50代前後アラフィフになってくるとやっぱり体しんどくなったりとかするんかなとは思うんですよ。それでちょろっとしんどいなみたいなことを動画で言わせていただいたら、無理しないでねみたいな感じでたくさん書いてくださってありがとうございます。すいませんな、そんな大したことないんやで、やねんけど、なんかね、ほらコメント欄でもね書いてくださっている方がいらっしゃってんけど、キッチンでの立ち仕事がしんどくなった時っていうのはかなりこう疲れが蓄積してる時みたいな感じで、自分の中でバロメーターだったりとかするんですけど、マジで洗い物しんどかったりとか、マジでご飯作るのしんどかったりとか。だってさ、それ金曜日にね、私ちょっと起きる前に夢を見たんですよ。で普段まあ夢見たり見んかったりとかなんですけど、その時の夢っていうのが携帯見たらさ6時やねんやんか。で私だいたい5時から5時20分ぐらいの間に起きるので、今からやったらお弁当、まあ作れんくもないけど割とギリになっちゃうねんね。だからさ、横でこっち上の子ちゃんが寝てて、こっち下の子ちゃんが寝てるんですけど、上の子ちゃんトントンって起こして、ごめん今日ちょっと購買でパン買ってくれるって、分かったって言って、ごめんねちょっとお弁当作れんくて寝坊しちゃった、ちょっと最近ママ疲れててさっていう夢を見てっていう夢を見ていいやんか。やねんけど、パッて目覚めた時に携帯を見たら5時やってんやんか。うん、まだ早いと思って作れると思って結果お弁当作ってんけど、もうごめんちょっとしんどくてお弁当作られへんし、ちょっと寝坊もしちゃったしっていう夢を見るぐらいに朝しんどかってんやんか多分
分しんどかったやろなと思って、まあ作ったけど、なんかでもやっぱり疲れは蓄積してるんかなと思いますね。でも私多分ちゃんと今までの人生の中でさ、割とこの4年間はしっかりと寝ていると自負しているんですね。ほんま寝んかったり夜勤で働いたりむちゃくちゃな20代30代だったわけなんですけど、10代はあんま寝てないねんけど20代30代はマジでほんまろくに寝てないような感じで過ごしてきたんですが、こと40代に関しては、40代っていうかまあここ 4,5 年に関しては割としっかりと寝てたりとかするので、至って元気やねんけど、やっぱりちょっと日々の疲れてね蓄積していくもんでね、これが若かったらね一回カーって寝たら次の日パカってこう治ったりとかしたりとかすんねんけど、あラフィフにもなるとねそりゃ疲れもたまるさってことやね。まあそれしゃーないっすよ、しゃーないしゃーない。むしろさ、まあ私今40代なわけですよ、ギリギリね。今年48になるんですけども、まあ、50代に入って53の私とか56とか7とかになった時の自分とか考えたらね、どんな感じになってんねやろうと思って、なんかむしろね楽しみでもある。まあ厚化粧は多分変わらんと思うねんけど、その時流行ってるメイクであったりとか髪型であったりとかいろいろあるじゃないですか。そういうのによってなんかその頃になって、この今のこの動画を見たらさ、なんかメイクもすっごい変な感じなんかもしれんしさ、なんか楽しみやなって逆に思うような感じでございます。ただ健康には気をつけんといけんね。コメント欄でもね、なんかそういう微熱が続く時はなんか病気のサインだったりもするから気をつけてねっていうって書いてくださった方もいらっしゃったし、あとね調べてくださった方もいらっしゃって、なんか漢方がもしかしたら効くかもしれないっていうのと、あとビタミン C がちょっと欠乏してるんかもしれへんよとか、いろいろねコメントで皆さんに教えていただいて、マジで参考にさせていただいております。もう助かる、ありがとうね、マジ感謝、もうマジ感謝。皆さんのコメント隅から隅まで全て読ませていただいております。助けもられるしやな。いやーだからさ、どうやってお返ししようかねと思うねんけどね。またあれか、ライブ配信でもしてさ、コメント読ませていただいてさ、あただね前ねライブ配信したのってもうだいぶ前やと思うねんけど、あれなかなかねあの準備とかでねカメラの接続がなんか知らんけどうまくいかへん時があんねんやんか。ライブ配信する時ってビデオカメラを使ってパソコンちょっとさこのカメラの前に持ってきてさ、でパソコンから OBS っていうのを立ち上げて、でそっから YouTube ライブにデータを送るみたいな感じの流れでやってるんですけど、ビデオをじゃあそのままパソコンにトスッと挿したら OBS がキャプチャしてくれるというかね、反応してくれるかって言ったらそうでもないね。間にちょっとかまさなあかん機会があんねんけど、なんかそれの調子が悪かったりとかして、前のライブ配信さ、あれ5分前に画面こうバーってこう映りませんみたいな、なんていうの昔のテレビのさあの放送してませんみたいな感じのなんか赤青黄色みたいなやつあれやんか、あの画面になっていいやんか5分前に。やべえ死んだと思って、でいろいろ設定いじってさ、なんか再起動してやり直してなんとかあれ画面映ってんけどさ、もう怖すぎんライブ配信で。そういうのがあるから私ビビってさなんかあんまりできんかったりとかすんねんけど、だから機材とかねデモでやった時はうまいこといくねん。やねんけどいざ本番ってなった時にトラブルめっちゃ多いやんか。さらっとできひんのがこれライブ配信ね。まあうちのパソコンが古かったりだとか相性がいろいろ合わんかったりとかいろいろあるとは思うねんけど、6つと思って、まあいつもなんかギリギリいけてんねんけどさ、まあ去年こそんな感じだったわけですよ。ほんでね、なんかその後かなにいただいたコメントで、なんかあのほらコメントブワーって流れるやんか YouTube ライブでね。で私かいつまんでなんかいろいろ読ませていただいてるんですよ。だから読んで流れちゃいんねんけど、そのことに関してある程度語って、ほんで次目についたやつまた読んで、こうやねああやねって言ってまたその次読んでみたいな感じで、だから全ては読めてるわけではないねんけど、ある程度はかいつまんで、で3時間の間ほとんど私コメント返しみたいな感じのほんまに雑談動画やったりとかしたから、そんな感じでねまんべんなくではないけども大体の方のコメント読めたら楽しいなと思って、そういう感じの配信させていただいたんですけど、ほんならさもう私の書いたコメント全然読まれへんっていう方もいらっしゃったりとかすんねんやんか。えどうしたらいい？できるだけさみんながせっかくコメント書いてくれるからさ読ませていただきたいんよね。なんか一人残らずできるだけ楽しくなってほしいやんか。プラス私がおもろい話をねしっかりとできたらそれがまあ一番なんやけど、だから順番になんとかさんありがとうございますって順番に全部読んでたらほんまになんかあの読むだけの人になってしまうから、あの AI の音声みたいになっちゃうからさ、コメント読んでお話しして、またコメント読んでお話ししてみたいな感じではあんねんけど、でも読んでほしいなって思ってくれるのがまず嬉しいし、だったらできたらね期待にお答えしたいって思うところでもあるし、だから最後にさ例えばライブ配信とかして、ほんで今日コメント読まれへんかった人書いてみたいな感じでさブワーって書いてもらって、そこに関しては全部読むってしたらいいかな。なんか
かいつまんじゃってるから読めてないよって。でなんかさ、同じ人のコメントをたまたまやねんけど何回か読んでたりとか、そういうこともあるみたいで、不平等だみたいなお気持ちにねなっちゃうのも残念やん。すごく申し訳ないからさ、最後にさ、はいこっからのコメント全部読みますよ言うたら読めるかな、お前こと読めるかな。流れる度合いにも読んねんけど、グッとこはねそんなにね、人数はそんな別に多くないんですよ。何百人ぐらい、200〜300人とかちゃうかったっけぐらいは集まってくださって見てくださってるみたいな感じやねんけど、まあ全体的に見たらそんなめちゃくちゃ多いわけではないねんけど、みんな割とコメント書いてくれねんやんか。だからコメントが流れるスピードってそんなにこう激ゆっくりでもないのよ、っていうのもあってね、割と皆さんのコメントねバチバチに読ましていただくときにちょっと流れていっちゃったりとかしてさ、うまく読めんかったりすることもあったりとかすんねんけど、でも直にさやり取りができるってやっぱりライブ配信よな、あれ楽しいよな。やっぱりまた近々しようかな。言うて全然うまいこと読めんかったらほんまに申し訳ないねんけど、少々は緊張はするからね、そりゃね。今日コメント全然読まれへんよって思った人、今から書き込んでって言って全部読んでったらいいか、それでなんとか解消しようか、やったらいけるかな。それがすごい気になってたんですよ、自分のこのうまいことできなさにね。それにも思いついたんで、やったらそれやったらできるかな。いやでも今年の目標はさ、パソコンを買い替えることかなうちのねパソコン、4年前この家来た時に買ったんかな、超型落ちのハイスペックパソコンっていうのを中古で買ったんですよ。でもうそっからさらに4年も型落ちしてるから、パソコン自体はねもう多分限界なんやと思う。ただ編集とかはできるねん、動画編集ができるスペックにしてくださいってその中古屋さんに言ったから、そこはあれやねんけど、ただ調べるとさ CPU がマジでゴミなんやんかもうなんか1500円ぐらいで今やったら売ってるから、でも1000円ぐらいで売ってる感じの CPU やったりとかするから、ぼちぼちね買い替えなあかんなって思うところでございます。パソコンもまあ消耗品やからね。でもさ新品で買ったらさ、あの私が欲する、まあ、その動画編集とかが割と普通にできるパソコンっていうのがだいたい30万ぐらいするんですよいつも。ただこの子に関しては激安やって、17万ぐらいで買ったんですよ。この家に越してくる時にね、中古って安いんよな。ほんでそこそこ使えたらええかっていうスペックやったりとかするから、でそれを全部新品でってなるとこれ高いんよなって考えたら、次買うのも中古かなっていう感じではあるんですけど、今そんなさパソコン買ってる余裕なんかもう全くないねんけど、でもまあ壊れる前にね買わないとさ、急になんかフリーズしちゃって固まっちゃって動画編集もある日から急にできなくなりましたっつったらあれやからさ、4年経ってるし4年前すでに中古やしっていうところで、まあ、今からぼちぼち頑張ってパソコンのスペックも保ちつつね、まあギリライブ配信はまだこの子ギリできると思うので、また近々ライブ配信もしながら、ほんまさ家電のスペック、特にパソコンとかそういうののスペックってさ年々バカみたいに上がっていくやん。勘弁してほしいよね。いや上がるのはいいことやねんけど、肩落ちた時のさ使えない度がエグかったりとかするから。まあでもね、うちのパソコンはもうバカでっかパソコンなんで、ある程度ダメなパーツとかは変えてくれてるから中古屋さんが。だからまあまあまあ全然今でもまあギリは使えんねんけど、これノーパソとか買っとったら多分終わってた。ノーパソはね、あのよくさ YouTuber さんがノーパソでこうやって編集してさ動画編集とかやってるやんか、あれ5分の動画とか、まあせいぜい8分10分の動画とかの編集やったら、あと字幕少ないとかねやったらまだあれやねんけど、ウッドコの動画ってさめっちゃ長いやんか。最近ないですけど長い動画やったら1時間超えたりとかするやんか。あんなもんねノーパソで絶対編集できひんから、まあできんことはないねんけど、何回かに1回ねあの動画が飛ぶ、データ飛んでしまうねんやんか。だからそこそこいいスペックのノーパソを買ったとて絶対そうなっちゃうから、だから私あの置き型のねでっかパソコンでしか動画編集はしねえぞっていうスタンスではあるんですけど、いやほんまさノーパソってさこんなこともできますよあんなこともできますよって言うけどさ、使えば使えほどさパソコン系って劣化していくわけじゃないですか。で持ち歩けて外でちょこちょこできるっていう部分はええと思うけど、がっつり編集ってなるとねきついよなって思うところでございます。別に動画を扱わなかったりだとか、まあ基本がデータとかね、あのオフィス系とかエクセルとかパワポとかそんなんやったらノーパソ全然問題ないんですけどね、動画編集ってどうしてこんなに重いんでしょうね。まあしょうがないけどね、動画やからっていうところでね、多分うちは次も中古のでっかパソコンを買うやろうなと予想しつつ、まあ今後もねぼちぼち頑張っていこうかなと思う感じでございます。またライブ配信やるね、よかったらまた遊びに来てくださったらなと思うところでございます。今日もほんまただの雑談という感じでしたけども、いつもほどたくさんのコメントと、そして心温かいグッドと、何よりこの最後の最後までご覧いただきまして、いつも本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。